はい、皆さんこんにちは、佐藤圭です。まあ、今回はですね、就活と、あと栄養入試のこの関連性についてなんですけれども、なんか、例えば今、就活ね、大学生がいろんなところで面接してリクルートスーツ着てる人をね、見かける機会が多いと思うんですけど、まあ、これ見てる人たちが高校生、ないしは浪人生であれば、おそらく同じような状況に数年後には、直面すると思うんですね。で、ただその時に大事なのが、結構就活の話とかいろいろ聞いて、自分もね、実際体験して就職活動とかね、やってみて思うのが、まあ結局就活って栄養入試と一緒なんですよ。で、栄養入試ってどういう入試かっていうと、まあいわゆる自分を売り込む入試ですよね。自分はこういう人間で、まあ小論文書いたりするけど、自分はこういう人間で、こういうふうな思いで一緒に勉強していきたいと思ってます。4年間この大学で一緒に勉強したいと思ってますので、まあぜひよろしくお願いしますというのが、まあいわゆる栄養入試なわけですよ。で、まあ就活もそうですよね。この企業に入って、御社に入って、こういうことをやっていきたいんですっていうこと。うん。なので、まあそれがすごく似てる部分がありますよね。で、栄養入試と就活っていうのは、そういう面接っていう点ですごく同じなわけですよ。これ、英検の面接とかもそうで、英検の面接官って、例えば二次試験とかやるじゃないですか。二次試験の面接官って結構バイトの先生だったりするわけですよ。で、僕も一回ぐらい、一回かな、二回かな。あれは、やったことありますけど、まあ、一人はサブ、一回目はサブで、二回目は、なんつうの本試験っていうのかな、やって、結構バイトでできるんだ、この仕事って思って、まあ、単発でやってたこともあって、評価するときに、これポイントがですね、まあ、パッションなんですね。で、英語、例えば英検で言ったら、英語を喋ろうとしてるかどうか、ちゃんと英語が伝わってることも大事なんだけど、コミュニケーションを取ろうとしてるかどうかってすごい大事なんですよ。で、まあ、これは極端な例なんだけれど、英語入試もそうですよね。結局、その面接官が、この学生を見て、あ、この子面白いというふうに、この子入れてあげたいと。ぜひ一緒に4年間頑張って、ね、行く姿を見てあげたいというふうに思ってもらえれば合格なんですよ。会社もそうなんですよね。この子に、ぜひこの会社に入って一緒に働いてもらいたいって思われるかどうかなんですよ。だから結局、その全て面接っていう点で一緒で、まあ、いわゆる栄養入試も就活も、まあ、これと一緒なんですよね。ね、自分の思いを伝えるっていうところなんですよ。その思いを伝えて、まあ、例えば、ね、思いを寄せてる人がいたら、あなたのことがこういうところが好きです、ですとか、あとは、この会社のこういうところがいいと思います、この大学のこういうところがいいと思います、みたいな、結局思いを伝えることなんですよね。で、何が言いたいかっていうと、答えはないんですよ。就活でね、特に就活とかって、もうお金が今後関わっていくことだし、人生のすごい、下手したら大学入試が重要なポイントだと思うので、皆さんすごくメンタルやられるんですけど、結局この誰かに思いを伝えると一緒だから、何がいい悪いってね、振り返ってもあんま分かんないですよ。もう相性だから。だからそういった自分だったらここは輝けるっていう場所を見つけていかないと、永遠に企業を受けてもね、下手したら30社40社とか受けるわけですよ。それで大学生活終わるからね、もったいないから。大学3年大学4年の時期っていうのは、まあ、特に3年生の時期ね、ゼミが始まることもあるだろうし、これから学問を始めるっていう時に、まあ大学3、4年生でね、就活っていう、まあいわゆる大事な場面だけれども、本来大学生がやるべきって学問なんですよ。それを、その会社を受けることに時間を使う。いわゆる告白ばっかりに時間使ってるわけですね。もったいないんですよ。で、もちろんいいんですよ。チャレンジをするっていう点では。ただ、振り返ってもね、結局わかんないですよ。何が良かったか、良くなかったかっていうところは。僕も3社ぐらい受けて、見ましたけど、あ、この会社だったら自分は輝けると思った3社受けて、まあ、プラス、あと、教員採用試験っていう4つ全部で受けてるんですけど、まあ、無事ね、全部通ることができて、まあ、このキャナなんで、いろいろね、面白いなって思ってくれて、まあ、ぜひ一緒にっていう風に言ってくれた、企業はいくつかありましたけど、ただ、そこで思ったのが、なんで自分が通ったのか、で、なんでその、一緒にやってきた人が通らなかったのかって、やっぱり思いの伝え方なんですよね。僕は本当にその会社は入りたいなと思って受けたし、まあそれなりに皆さんで知ってるような企業なんですね。で、そこで影響力持ってやれるの面白いなと思ったんですけど、やっぱり教育の分野でやっていきたいって思って、教えることをしたいと思って、まあ今ね、いろんなところで講演活動とかお話とかをさせてもらってるんですね。で、
まあね、うまくいかないこともあるし、スケジュールの調整ができなかったりとか、前後のね、日程の関係でちょっと問題があって、次のところにご迷惑をかけるってことも、まあありましたけれども、まあその全て含めてやっぱり挑戦だなって思って、今はこういった形でやらせてもらってます。で、まあ、みんなね、それぞれいろんな人生があって、考え方があっていいと思うんですけど、就活もそうで、栄養入試もそうで、結局、自分の思いをちゃんと相手に伝えることっていうのが重要です。だから本当にその会社に入りたい、その大学に入りたいって伝えないと全然伝わらないので、もし悩んでる方いたらですね、もう一回改めて、受ける場所、受ける企業、受ける大学、改めて精査して、ちゃんとこの思いを伝えられるっていうことをしっかり意識してやると、絶対にですね、うまくいきますから。仮にそれでうまくいかなかった場合は、もうご縁ですから、諦めちゃうといいんですよ。さっさと次のところ行けばよくってですね。その切り替えってのはすごい重要なんですね。日本人って結構、一つの問題をギューって自分の中で押し殺して、結局、前に進めないっていう人がすごく多いので、真面目な人が多いですからね。ただ、絶対にですね、自分で頑張って思いを募って、思いをその募らせてですね、挑戦すれば必ず何か変わりますから。で、だから僕も、ろくろしてまでも大学入りたいと思ったし、横浜市立大学っていうね、もう素晴らしい大学ですよ。ちっちゃい大学ですけどね。でも先生との距離も近いし、みんな真面目に勉強するし、で、遊ぶとこなんもないし、金沢八景っていうね、あのところにありますけど、まあ、ぜひ一度足を運んでみてください。素晴らしい大学ですよ。学問とか本当面白いです。で、だから、まあ、もし悩んでる方いたらですね、改めて、そのやり方を変えるといいですね。手当たり次第頑張っても、受験勉強もそうですよね。手当たり次第参考書だと受かんないですよ。手当たり次第企業受けても受かんないし、手当たり次第栄養入試だっつってやっても受かんないので、必ず戦略を持ってやるっていうこと。ただその時一番大事なのが、その戦略云々の前に、あなたの思いが大事ですから。ちゃんとこの思いを持って、ぜひですね、全力で頑張ってもらいたいなと思います。私自身も、僕自身もね、頑張っていきますし、皆さんもこれからですね、一緒に何か、今後ね、できる、一緒に、イベントがあったらいいなって思いますし、まあ、それぞれ皆さんのフィールドでね、一緒に頑張っていきたいなと思います。はい。ということでですね、引き続きどうぞよろしくお願いします。